ああ、ワコムのいたたぶ、久々にちょっとバージョンアップしたから使ってみようかな。おやなんか変だな動きが。あれなんでこの板に触るとマウスがなんか勝手に動くのかなうーん、なんかいまいちですね。はい。設定見直してみたいと思います。はい。これね、Windows だと、まあ、このスタートメニュークリックして、 で、ワコムの場合は、和なんですけど、これカタカナあ、ひらがなか。ひらがなじゃない、カタカナね。カタカナのワコムタブレットってなってます。はい。英語で探しても出てきません。はい。で、このワコムタブレットのプロパティ、クリックします。すると、こちらプロパティ現れます。はい。これね、設定なんですけど、一回設定すれば、ずっと引き継がれるんだけど、なんかのタイミングで、ちょっとリセットかかっちゃった、一部。 はい直しますす、はい、こちらですねマッピングというタブ、こちらのタブクリックすると座標検出モードとあります。で、おすすめの設定はペンモードです。はい。マウスモードは、マウスを動かしたように座標をこうやって動かして、さらにまた動かしてみたいな、ズルズルと移動させる感じです。で、このペンモードであれば、差し示した箇所ですね、こうやってぴゅんぴゅん飛べます。マウスカーソルがぴゅんぴゅん飛ぶ。 はい、でこれが板タブとかの醍醐味ですね、はい。液タブも板タブも指し示した場所にこうカーソルがジャンプする。そうすることによって猛烈な効率化が実現します。これが魅力ですね。はい、次。これね、マルチスクリーン使っている2つ以上使っている場合は2画面現れます。3画面なら3画面ですね。でこの表示エリア。普通、初期設定ではこの全画面になってますね。 これはまたがって移動するので、例えばダブルモニターであれば、ちょっとね、マウスじゃない、ペンタブを横に動かしただけで、ビュンビュンと、この、飛んじゃうんですね。すごい2倍横に動いちゃうので、結構ね、それは操作しづらいですね。はい、おすすめの設定やりましょう。おすすめの設定は、えっ、ー、とね、表示エリアはメインモニター指定してあげてください。メインモニターというのは、 例えばあなたが Photoshop を表示して操作している画面、イラストレーターを表示して操作している画面、その画面がメインモニターです。はい、作業する画面ですね。私の場合はこちらの右側のモニターがメイン画面です。ですので、はい、モニター2がそれに該当します。はい、で、これはタブレット操作エリアは全画面で OK です。はい。で、 オンスクリーンコントロールとあるんですけど、これは初期設定のままで大丈夫です。はい。で、これがね、厄介なんですけど、ジェスチャー標準設定とありますけれども、はい。これで、ね、あの、手でペンタブに触れた、板タブに触れた時に、まあ、あの、<laughs> マウスみたい、マウスじゃない、スマホやタブレットみたいにドラッグで操作できたりするんですけど、これね、あの、 ペンで何かドローイングしたりするとき、イラストレーターとかフォトショップで作業するときに邪魔、邪魔になるんですね。はい。私の場合は邪魔です。これ便利だよって方は、こちら試してね、オンで使ってください。で、こちらにタッチオプションとあるんですけど、はい。これはですね、初期設定のままで、こちらが邪魔であるという場合は、こちらのチェックを外せば OK です。はい。こんな感じ。 で、これ、ワコムさんにお願いなんだけど、一括でね、オフにできるスイッチを、前あったと思うんだけど、あれを返して、はい。返してね、ということです。はい。で、こちら、イラストレーター、フォトショップみたいな感じで、はい。出てきますね。それぞれのアプリで、こうやって外さないといけないのか。ちょっとこのバージョンアップは解約ですよね。無効にしないとダメですね。その他すべても、これ無効ですね。無効で一括で、 無効にしてほしい。わあ、一個一個やらなきゃダメなのいっぱいなんかめんどくさいですね。いらないよって人結構多いと思うんですけどね。インデザイン。わー使うソフト分全部やらなきゃダメなのこれ。大変だね。一括でオフにできるようにしていただきたいですね。これ多分9番ですね。 古いバージョン開くときですね。やっとかないとなんでこうなるんだろうみたいになるだろうから一応オフにしますね。これ困るよね、こういうのね。なんか前のバージョンは一括でオフにできたと思うんだけど、記憶違いかな。なんだろうね、これね。はい。変な操作入っちゃうときは、こうやってオフにしてください。こんな感じ。 これ一個一個オプションなのかなまあ確かにソフトウェアによってね、使い勝手は違うんですけど、このね、これジェスチャーの標準設定タッチオプションっていう、これね、タッチで操作っていうのを、これ結構微妙じゃないですかね、正直言って。なんかね、板たぶ使ってる人ってね、昔からパソコンでやってる人が多分メインだと思うんですよね。そうじゃないとね、だいたいなんだろう、iPad で、なんだろう、下書きみたいな作業はやりたがる人多いんじゃないんですかね。 はい。多分ね、ワコムさんのライバルは iPad とかそれ系だと思うんですけど、うん。ちょっとこれはいまいちかな。なんかあの、液晶タブレット液タブだとね、これいいと思うんですけど、板タブだとこれは微妙ですね。正直言って。使いたい人だけオンにして、使いたくない人一括でオフにできるようにしてもらえたら完璧かなって思います。はい。これで完了ですね。何でも、なんでもないですよね。 はい。で、このタブレットについては関係ないか。んで、これで、あとはですね、この Wacom さんのね、なんでこんなにでっかくなってんだ。ああ、またアップデート来てるわ。ああ。はい。この Wacom さんのデスクトップセンターっていうソフトウェアがあって、これは Adobe の CC、クリエイティブクラウドの管理画面みたいなもので、 はい。こうやって設定のバックアップなんかもできたりします。これ公式サイトにログインして同期させる必要があったりします。で、これは手順に沿ってやっていけば設定できちゃうので、はい。あ、なんか固まっちゃった。あ、大丈夫。はい。んで、アップデートなんかもこうやってアップデートできる。で、バックアップは、これですね。ローカルとクラウドがあって、 サーバーにログインしていれば、このクラウドが側でバックアップもできる。でこれでやっちゃえば、パソコンを新しい環境に移動したときも、こちらから復元で戻せると。あらゆるデバイスも先ほどの環境設定反映できるということです。はい。一応バックアップしてみますね。これですよね。これね、たまに Wacom でサーバー落っこちてるときがあるんで、 なんかね、うまくいかないときは焦らずに、まあ、翌日とか翌々日に改めてアクセスすると良いと思います。You can close this tab now. はい。もうね、認証終わったよってことで。で、このアプリケーション再起動。OK。えっ、ー、と、バックアップですね。はい。OK。設定の上書きしますか置き換え。はい。今のところに名前をつけてね、どんどん差分じゃないか。増文バックアップみたいに名前書けば、 どんどんバックアップ重ねていけます。上書き保存もできます。同じ名前で保存すれば上書き保存です。はい、ログインさえできちゃえば、これ、製品のね、の ID 登録、パスワード設定とかやっちゃえば、こんな感じでバックアップ復元できますで。一応アップデートしますね。システム再起動が必要ですってなってるね。はい。ドライブアップデート。同意する。 ワコムってさ、すごいんだけど、素晴らしいんですけどね、この筆圧感知とかもず抜けてるんだけど、昔から最高なんですけど、このね、タッチパネルのドライバーの設定だけね、ちょっと一括でオフにできるようにしていただきたいですね。はい。後で再起動にします。はい。ということで、え最新バージョンにもなりました。新しいね、ドライバー。なんかちょっとだけ感じが違ったんで、ご参考ください。